こんにちは。月島スタジオ代表の三輪雄二です。前回まではですね、私が、核発電に、反対するようになった、その、理由というか、経てきた歴史みたいなことをですね、いろいろ語ってきました。で、今日からちょっと別のテーマにしようと思っていたんですが、実はですね、最近、数年前から私のツイッターだとかフェイスブックに対するですね、攻撃というのが非常に激しくなっておりまして、今までも皆さんにもお話ししたことあるんですが、非常に陰湿なですね、攻撃というのがされるようになっております。それで、今回ですね、Facebook と Twitter をやめようと思っています。それからYouTube についてもですね、これはちょっと今対応を考えているところなんですが、いろいろな事件がありまして、これについてもちょっと長い目で将来的にはですね、ちょっと別のメディアに乗り換えていくような、そういうことを考えたいなと思っています。で、これはですね、いわゆる市民運動に対する、嫌がらせということなんですが、ちょっとそれに伴ってですね、ちょっと皆さんにお話ししておきたいなということがありますので、今日はその話をすることにいたします。それが、電通と日東という変なテーマに、なるわけですが、実は私の後ろにあるこの絵ですね、月島スタジオなのになんだあの絵はというお問い合わせもいただいたんですが、これは実は9年前に亡くなった私の父親の遺作です。こういう絵が非常にうまい人で、これはイタリアかスペインかどっかのですね、町の光景だと思うんですが、この絵を描いた父親の話をしたいと思います。大正に生まれてですね、戦後に、電通に入社しました。そして、当初はですね、64年でしたか、東京オリンピックの運営の仕事なんかを経てですね、1970年にですね、大阪の万国博覧会が執り行われたわけですが、この時のプロデューサーとして活躍した人物です。それ以降ずっと万博畑を歩んできました。これは昭和天皇のお月がずらっと並んでる後ろのですね、ちょっと頭のハゲ上がった人物が私の父親です。こっちは、今の上皇ですね。それと、なんとかの宮とですね、で、後ろにいるのが私の父親です。いずれもですね、何かの万博ですね、万国博覧会の時の写真じゃないかなと思います。で、おそらく質問があった時の説明係みたいなことでですね、後ろの方に控えていた、そういう写真じゃないかなと思います。見ても分かるように、大正生まれでありながら身長180センチ、体重も90キロ近くありましたので、非常に大柄な人でした。で、この父親のことをですね、一言で言い表すと、私こういう言葉で言いたいんですが、本当に正しいことを貫こうとした人でした。間違ったことは大嫌いと。で、悪いやつを見るとですね、何が何でもこうやっつけないと気が済まない。昔は文化で天に代わりて不義を打つなんていう、こういう中で育った人なので、非常に強い信念を持った人だったということが言えると思います。そして、父のですね、言う正義とは何かと、
言うと、一つにはですね、金に対する姿勢ですね、汚い金を得ようとするやつは悪だと。で、正しい金を使いましょうという、まあ、当たり前のことなんですが、一つこんなエピソードがあります。もうこれも50年ぐらい前になりますが、地元のあるですね組織があって、まあ、そこ の理事会がありまして、そこの初代の理事長がですね、まあ、積み立ての公金を使い込みして、まあ、飲んじゃったということが 3,4 年経って分かってきてですね、そこで父がもう大激怒して、で、まあ、ずっと生涯ですね、いわゆる市民運動とかを目の敵にしてきた人なんですが、その時ばかりは自分がもう、ビラを作って配って仲間を集めてですね、理事長を突き上げて、クビにして、で自分がこう理事長に収まってですね、そのガタガタになった組織を立て直し、お金の手当もちゃんとしてですね、正常な運営に、戻して理事長を引いたという誠に綺麗なですね、見事な、まあ、市民運動をやりですね、本当に正義を貫いた人です。それぐらい力のある人でした。そのことをやったことは何の間違いもないんですが、でその他にですね、その正義の力をどこに向けたかというと、これは市民運動でした。で、私が子どもの頃一番記憶にあるのは、まずですね、ターゲットになったのが水俣です。水俣の病気になった人たちはですね、これテレビのニュースを見るたびに言ってたんですが、あれは金が目当てだと。金が欲しさに、魚を食べて病気になって、保証金をよこせ、治療費をよこせというふうに言ってるんだと。で、彼らを支えてる市民運動とかデモ隊ですね、デモをやってるニュースなんかを見ると、あれは共産党から5000円の日当をもらうのが目当てだと。金が目当てで、デモをやっている。そして、大企業に押しかけてですね、保証金をよこせと脅して、金を巻き上げてみんなで配ってるんだと。そして弁護士とか新聞記者が出てくると、あれはそのもらった金にたかっている、あれも金目当てだと。全て金を目当てに悪事を働く市民運動を徹底的に叩き潰してやろうということですね。で、これは後で分かったんですが、その後反原発、特にチェルノブイリ事故以降ですね、反原発の運動が起こるようになってからは、具体的に反原発運動潰しのためのですね、いろんな活動をやっていたということのお話をします。で、一つですね、ちょっとこれをお話ししておきたいんですが、父が一番活躍した1970年の大阪万博、その当時私は高校2年生でした。で、それまで 3,4 年ですね、父はずっと単身赴任で、大阪に行っておりまして、ほとんど家にいなかった。そして70年の万博にですね、まあ、私は妹と家族4人で暮らしていたんですが、まあ、大阪に連れて行かれてですね、日本で初めて原子力の火が使われた万博であると。で、これからは原子力の時代だと。お前も原発のために働いて、原発のために死ぬことこそが天皇陛下のために死ぬことであるというふうに散々言われてですね、万博会場に入れてやるから、見てこいと言われてですね、で、まあ、ちょっと、まあ、ませた生意気なガキだったということもあるんでしょうね。いや、そんなもん絶対行かないぞと言ってて、とうとう10日間いて、一度もですね、万博会場に踏み込まずに、まあ、毎日パチンコとかやってですね、
過ごしてたということで、まあ、父親は大激怒してですね、貴様は、赤国族非国民共産党であると非国民名ということでですね、それ以降ですね、非常にあの父親との中っていうのは険悪になりまして、でその関係っていうのは実はもう父があの亡くなるまで変わることなく続きました。で特にあの20代の前半から30代の前半にかけてですね、やっぱりあの貴様は共産党であると、共産党員は喋るなと言われて、こっちも分かって喋らないって言ってですね、まあどっちもあの頑固っていうか、なんかもう、とうとう10年間一言もあの口を聞かない時代がありました。そういうことで、あの私あの、まあ、結婚した後ちょっとあの和やかな時期もあったんですが、とうとう生涯ですね、父親とあの、まあ、腹を割って話をするとか、心の悩みを相談するとか、そういうことも一切なくですね、要は父のことほとんど知らずに終わっちゃいました。この絵だってですね、どこで描いたのなんてそんな話すら したことがないので、どこの絵か知りません。そんな関係だったんですが、実は、父が亡くなった後になってですね、ちょっと自分がやってる活動と絡んでいろんなことが分かってきちゃった、それによって私自身も初めて、自分の知らなかった父の姿をあの知ることができるようになったわけです。で、ね、日当5000円の話に戻ります。で、反原発運動のデモなんかに対しても彼らは2と5000もらってると。で電力会社に押しかけてですね、放射能が危険だとかデモをばらまいて、電力会社から金を脅し取ろうとしてるんだということでですね、この2と5000円っていうのが非常にあの強い力を持っていたわけですね、父において。で私はこれを2等5000円効果と言ってるんですが、そういう汚い金をもらっている相手は侮蔑をすべき卑怯なやつらだということで、相手に対する嫌悪感、侮蔑感、そういったものが一つ植え付けられるわけです。そしてその次にですね、具体的なアクションとして、そんな汚いやつらだからどんな手段を使っても構わない、やっつけて構わないんだと、全ては正義で正当化されるんだということですね。で父はそれを実行に移すわけです。そしてこの日当5000円もらってる、あいつら日当5000円もらってんだぜという言葉がですね、類は友を呼ぶというか、あの、父の周りに仲間を呼んだし、父もまたですね、誰かからこの日当5000円という言葉を聞かされて、そちらのこう仲間に入っていったということだったんじゃないかなと思うんですが、この日当5000円という言い回しはですね、そういうあの効果を持つ言葉です。そしてあの後で言いますが、その効果は今も続いております。で父があのどんなことをやったかっていうのはですね、実は私も父が亡くなった翌年に知ったんですが、あのこういう反原発への嫌がらせ点というのは、あのこれは2014年に出版されています。そしてこの中身のですね、あの展覧会というのも実はあの開かれたりしているんです。これは何を言ってるかというと、1990年代の中頃にですね、反原発のいろんな団体ですね、あのチェルノブイリ以降生まれたようなさまざまな団体があるんですが、あのいわゆる反原発反核団体、そういう団体や個人に対する熾烈な嫌がらせが行われた時期があります。でそれはあの例えばどういうことかというと、あのこういうはがきにですね、なんかとんでもないことを書いたあのバラマク、例えばあの、まあ、黒縁のハガキにですね、まだ生きているのにあのこの度ご逝去されましたみたいな、
はがきがばらまかれたりですね、まああのこんな真面目に読むとちょっと気持ちに悪くなっちゃう、まあ、こういうものを受け取った人がですね、あの誰が相手か分かんないでこういうものを受け取った時にどういう気持ちになるかですね。であの反原発運動や活動をやっているあの個人の名前も載ってくるわけです、それからなんかあのオウム真理教みたいなものとの関係みたいなことが書かれていたりですね、まあ、ちょっとなんかあの訳が分からない文面なんですが、ただあのこういう文章っていうのは訳が分かっちゃうとですね、あのいろんなことが分かってきちゃうんだけど、訳が分からないというのは一番不気味で恐ろしいわけですね。そこのあの真理っていうのを非常によくついているもんだと思います。まあよくこんなことをやるよなと思って私も見てたんですが、実はこれを見た時にですね、まあれと思ったわけです。この絵をですね、私はあの、自宅というか ここであの見たことがあります。この部屋のですね隣の隣にもう一つ部屋があって、まあ、私はあの書斎で使っていてそこに本箱があるんですが、父が生きている時にですね何かの探し物をしていた時にこの絵をあの見つけました。これ非常にあの鮮烈な印象があったんで よく覚えているんですけども、まあ、どういう状況だったかというと、あのなんかファイルにですね手紙と使い終わった封筒とですね、が閉じてあって、それと一緒にこの絵があって、でその手紙もまあ読んじゃいけない人の手紙なんだけど、まあ、読んじゃったんですけどね、なんかあのどっかの組織の、まあ、さっきとは関係ないんですが、あのどっかの理事長宛てにですね、理事会のこういう不正行為があると、具体的な内容は覚えてません。こんな不正行為があって、そしてあの理事長であるお前とですね、なんか クラブかどっかのなんとか女子とかなんか夜な夜な、ホテルに行ってどうこうということが書いてあってですね、で驚いたことにそれに対する返信の手紙が、あのさっきのは父の筆跡だったんですが別の筆跡でですね、まあ、何か書いてあって、これも忘れたんですが一行だけ覚えてます。 あなたのような社会的な地位の高い方がこんなことするとは、信じられません、こんなものはお返ししますということが添えられていました。ということはつまり相手に対してですね、そんなあの内容の文面とこの絵を添えた手紙を自分の住所氏名を書いて送ってですね、それに対してあのこんなもん受け取れねえと言ってまあ送り返されてきているわけですね。それをあの大事に見たわけです。でこれもね、私はやっぱりあのこれだと思うんです。自分の行っていることは天に一点の恥じることもない正義であると、自分は正義で正しいことを行っているんだからこれはあの許さて構わないというその一途の思いですね。その思いがこのポルノ漫画に凝縮されているわけです。あの父の遺品調べていたらこれを書いた人の名前もあの今は分かっています。ひどいよね、なんか。で このことからですね、私はあのこの嫌がらせ展で見たもろもろとですね父のとの関係っていうのを考え始めたんですが、例えばこんな嫌がらせのネタもあります。これはあのいろはかるたにですね、反原発運動に対する、まあ、からかいとか揶揄とかですね、嫌がらせのコピーを、まあ、こんな風に、またカンパナのもう嫌よとかですね、まあ、こんなものでカルタを作って、でそれをなんかやっぱり箱に詰めて印刷したものを
なんか送りつけたらしいんですよね。で、当時これに関わっていた弁護士さんなんかは、まあここまでのことをやるのはやっぱり広告代理店の力が働いてたんじゃないのかなと。でそれも印刷に強いところじゃなかったのかなということで、私はやっぱり電通に行って、その後電通印刷に天下りした父のことを思ったわけです。このセクハラの対象外なんてのはいかにも父らしいものの言い方ですね。お前らセクハラもしてもらえないんだろうと。でそのことがそのことの恨みでですね、妬みで、まあ、大企業に行っている綺麗な OL さんへの恨みで、デモをしてるんだとか、そういうものの言い方っていうのは非常によくしていた人です。でここに今こんなことも書いてますが、鬱屈しているコピーライターというよりは、私はまあこれは、長男としての私でなきゃ感じでいられないと思うんですが、こういったカルタのコピーの一つ一つにですね、私は父親の、まあ、ジョンというか思いというのを感じています。父であればいかにもいびそうなですね、あるいは考えそうな文面がずらずらと並んでいます。でそんなことしてたらですね、なんかそれから 2,3 年経って、なんとタンスの中から父の遺品でカルタの半下が出てきちゃいました。先ほどの嫌がらせとは直接は関係ありません。これはどなたかですね、電通のまあ、有名なプロデューサーで退官された方の多分記念品にカルタを作って送ったんじゃないかなと思います。ここに書いてあるように、日本のデパートで初めて美術展を開催してですね、お客を呼ぶことに成功した、そういう有名なプロデューサーがおられますので、まあ、先輩への記念品ということで送ったんだろうと思いますが、まあ要は電通あるいは電通印刷のですね、人脈というものを通じてこういうカルタを作る能力があった父親でした。でこの頃から私はもうこの嫌がらせ店に少なくともその戦力の一部として父も関わっていたんだろうなというふうに思います。でそれはあくまでもこれです。侮蔑すべき卑怯な相手に対してどんな手段を使ってもやっつけていいんだということですね。それで、日当5000円っていうけど、なんかそういう証拠とか証人とかそんなもんがあるのかという話になったことがあるんですが、これも父らしい言葉です。そうとしか考えられない、それが証拠だということで、で、その金をもらってる相手への報復としてですね、例えばこんなこと、これはもう40年とかそれぐらい前になりますが、50年ぐらい前だったかな、食卓でちょっと世間話の中で父が面白そうに話をしていたんですけども、非常に強烈な印象で残ってんですが、車椅子の人を日当5000円で雇うんですって。で車椅子で自分でこうバタンと転べるように練習をすると。そしてですね、街の中でデモ隊が行進しているそのそばに寄って突然こうバタンと転ぶから、みんな驚いて助けようとして駆け寄ったところをですね、物陰から隠し撮りをして、でその写真とですね、車椅子に暴行するデモ隊という記事を、書かせて、それを週刊誌に載せると。そしたらうまくいったという、これは嬉しそうに話をしていたことを
単発的に覚えてるんですが、でそれとともに父が何かの初めでこれも言ってたんですが、証拠でも証人でもいくらでも自分は作れるんだと。だからつまりその車椅子に暴行している証拠写真も作れたわけだし、まあ多分目撃者の証言なんていうのも作ったんだろうと思います。でこういうことを考えて私がやはり気がついたのは、なぜ父はこんなことを思ったかというと、本当にねそうとしか考えられなかったんだと思う。金をもらわずにあんなデモするやつらがいるなんて信じられないと。あるいはこういろんな活動をですねただでやるなんてあろうはずがない。でなぜならば電通です。もう金がうじゃうじゃある。だからその車椅子の人に5000円渡した、あるいはそのカメラマン、あるいはその掲載してくれた週刊誌ですね、50年前だから今みたいに SNS みたいな便利なものはありませんから、週刊誌に掲載するというのは非常に大きい力があったわけだし、それだけ金もいったわけです。でみんな金が目当てで手伝ってくれてる。多分父の周りで金を目当てにせずに手伝うなんていう人はおそらく一人もいなかっただろうと思います。先ほどのカルタだってそれなりのお金を払って作らせている。金をもらっているという証拠はつまりそういう人たちですね、みんな金を目当てに来てるんだから、金をもらわないやつがいるなどということは考えられない。まあ、あと電通ですから選挙なんかにも絡んでまして、ある選挙でですね、まあ、当然自民党側の候補を応援したんですが、その時に、当時電通というのは銀座にあったんですけども、そこの会社の出口に立ってですね、出ていく社員にみんなに1人5000円ずつ渡して、この金で銀座とか新橋の居酒屋とかに飲みに行けと。そしてそこで対立候補が金や女でですね、いろんな汚い噂があるのをですね、みんなに聞こえるように、そうした話をしてばらまいてこいというようなこともやったのか、そういうアイデアがあっただけなのかは知りませんけども、とにかくそれぐらいばらまける金が、電通にはあったわけです。今もあります。それでですね、この日当5000円硬貨というのが実は父が亡くなってからもう10年ぐらい経ちますけども、今もこれは続いています。でこれはいろんなケースがありますが、私はたまたま沖縄の辺野古にいる時にこれの経験をしました。辺野古で市民運動をやってる人たちは、日当2万円もらってるという話はですね、沖縄のいろんなところで、私自身も聞きましたし、それを東京のあるテレビ局がですね、メディアでニュースとして流したりもしています。でその番組を見た時、ちょうど私は辺野古にいる時にその放送がされたらしいんですけども、それを見た時私は今の父の話となんかそっくりな感じを抱いてですね、懐かしいと言ったらおかしいけど、まあ、この日当の5000円が2万円になっただけで、あとはやってることはですね全く同じことをやっています。でそのテレビ局の人もですね、これはもう私の印象ですけど、父や親のイメージに重ねて、ああみんなこういう人なんだなと、本当に正義のためにこれをやってる人なんだなということを
私自身は感じています。で、そのためにどんな卑劣な手段を使ってもいいんだということで、あとは、まあ、彼らも非常に金があるスポンサーを持っていますので、これなんですね。で、一つだけ例を挙げますけども、当時問題になったけど、まあ、辺野古から北上したところにあるこのトンネルですね、で、深刻な顔をしたナレーターがですね、実はこのトンネルをくぐった先には、過激派が待ち構えていて、危険だということで近づくことができないんですということを、まあ、おっしゃったわけですね。で、我々はやむを得ないので、ここから引き返さざるを得ませんと。で、私は2016年から17年にかけての正月と19年から20年にかけての正月、2回辺野古に行ってまして、その中でこの道も何遍も通ったんですが、まあ、自転車で通ってるとちょっと怖くなるぐらい長いトンネルなんですけども、見ての通り歩道には誰も歩いていません。1ヶ月半いた中で、ここに人を歩いてるのは私は見たことがありません。一度だけアメリカの基地の兵隊たちがですね、なんかマラソン大会かなんからしくて走ってるのを見たことがあるだけです。私は初めて行った時、ここの砂浜をですね、きれいなちっちゃな砂浜を、まあ、海を見ながら歩いてたことがあるんですけど、それから1週間後に行ったらですね、最初の日に私が歩いた足跡がそのまま踏まれもせずに綺麗に私がつけた足跡通りに残っていたのを見て、見た記憶があります。まあ、それぐらい人のいない静かなですね、とても美しい場所です。で、これは一つの例にすぎませんが、こういうふうにしてですね、あのトンネルが、向こうに行ったら、非常に恐ろしいことが起こる、そんな場所だということを、まあ、そのテレビ局は語ったわけです。で、それのモチベーションとしてはこれがあったと思います。それともう一つ、まあ、日当2万円ですね。そういう相手だから何をやってもいいと。そして、まあ、父の時代と今とは違いますけれども、やはり彼らの周りにも、というより彼ら自身がですね、やはりお金をジャバジャバ持っている企業をスポンサーとしてですね、お金をもらっている、まあ、それは日当と呼ばずに、まあ、何なんですか、給料なのか謝礼なのか知りませんけど、お車代ですかね、まあ、もらってるわけだけど、日当2万円もらってるぜという言葉にはですね、実はそれとは比べ物にならないぐらいの、まあ、効果があるわけです。でちょっとこの日当のことをもう一度もうちょっと詳しく話しておきますが、私自身は10年間ですね、いろんな集会やデモに、参加してきましたが、まあ、それも1日にですね、2つも3つもデモをやるような時代もありましたけれども、この10年間で、日当をあげるとかもらったとかも、そういう会話をですね、一度も聞いたことがありません。日当他の人同士が喋ってることも聞いたことはありません。ただし、カンパは
よくいただいていますし、この番組の終わりにも出てきますが、カンパはいただいております。で、お前も沖縄に行く時の旅費と宿泊費にカンパでもらったじゃないかと。カンパと日当がどう違うかというとですね、カンパというのは、例えば私が沖縄に行く時に、本当は自分も行きたいんだけど、仕事があったりしてですね、休暇が取れなくて行かれないから、あなたが向こうに行って取材してきて、その結果を報告してくださいと、行けない代わりに旅費の一部を出しますと言ったような趣旨でお金をくれるわけですね。自分の行きたい講演会があるけど、どうしても仕事で、あるいは遠くに住んでるから行けない、それなので、私の YouTube でその講演会をぜひ見たいと。で、そのことに対する、謝礼の気持ちといったようなことですね。で、お金をください。それから、主催者がですね、この講演会を広めてくれて、ありがとうといったような趣旨で、お金くださることもあります。金額もですね、1人500円とか、余ったお弁当とかいうこともありますし、それから反原発の市民運動なんかやってる方の中ではですね、昔大企業で、原発に関わる仕事をしてきたといったような方、あるいはですね、自分で病院を経営されているお医者様とか、放射能の問題を講演会で語って、そういうお医者様とかですね、そういう方々だと、ポンと5万円とか10万円とかくださることもあります。で、私はそのカンパのお金を使って、自分の YouTube を運営しているわけですが、これと日当との違いは、日当はあいつらに日当もらってんだぜと、いうのが日当ですけども、カンパは市民の方が自分のお金を私に対して出してくれているわけです。出すかもらうかという違いが、カンパと日当の違いです。カンパは市民が自発的に出しているお金です。日当とは全然違います。今日はですね、たまたま偶然こういうテーマのお話をすることになっちゃいましたが、今申し上げたように、私自身の SNS の環境というのもこれからいろいろ変えていこうと思っております。これからも元気で活動していきますので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。